三冠ヘビー級王座決定トーナメント1回戦時間無制限一発勝負を行います。ジェイクの左眼下内側壁骨折により王座返上、その王座に向け4選手が名乗りを上げた全日本プロレス50周年に向け、その中心となるのは諏訪間か宮原か芦野か、はたまた本田か。トーナメントにより第65代三冠王座が決まる今大会、その激戦にご期待ください。今回の全日本プロレス中継は2022ニューイヤーウォーズ後楽園大会の模様をプロレスの殿堂後楽園ホールより中継でお届けいたします。さあそれではまずは放送席ご案内してまいりましょう。熱血プロレスティーチャーといえばご存知、大里武宏さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ大里さん、いきなりですねこの両雄が相まみえる。いや本当だったらね、これメインイベントのカードですからね。そうですね、さあどうなるか。自身10度の防衛記録を保持しております。3度目の正直と言いますが宮原健人、大里さん随分と長いこと空きましたね。そうですよね、まあ、あの一昨年ですよね、20年の3月ですね、諏訪間にベルトを奪われてから、ずっとベルト巻いてないんですよね。チャンスは少しはあった、でも掴めてない。そうですよね、去年の6月の巴戦、これで勝てなかった、で10月ですか、ジェイクに挑戦して、60分ドローでやっぱり取れなかった、なかなかねあのプロレスの神様は宮原に三冠をもたらしてくれてないんですよね、そうですね、そんな中宮原健人はどういった心中でこの戦いの舞台に向かっているんでしょうか。眼光が鋭くなってきた宮原健人、最高男が雄たけびを上げるのか。2022年1月23日さあ出陣宮原健人、最後に立っているのはこの男なのか。さあ行くぞ宮原健人の入場。宮原健人、守り続けてきた。デビューから最短でチャンピオンカーニバル制覇、三冠ヘビーは7度体感。18年間全日本プロレスを引っ張ってきた。その意図がある、責任がある。諏訪間がリングに向かいます。第65代王座に向け、さあ宮原と待つそのリングへ。諏訪間サバクレフェリー、名誉レフェリー和田恭平であります。さあ大佐さん、この一戦が優勝決定戦といっても過言ではないですね。そうですよね、もう本当にね、この2人三冠戦後楽園で2回やってますよね。はあ、大佐さん通算はもう10度以上やってるでしょ。11回ですね、相馬の8勝3敗で、ただ三冠戦絡みだと、2勝2敗の五分なんですが、なるほど、後楽園で過去やった2回の三冠戦はいずれも諏訪間が勝ってますね。なるほど、諏訪間にとっては後楽園は弦がいいと。さあその弦の良さを生かすことができるか諏訪間、2年ぶりのタイトル奪還なるか宮原。
さあ両者がこの第1試合、なんとなんと王座決定トーナメントということで、両雄が相並んだわけであります。後楽園ホール、三冠は4度大冠、通算20回の防衛記録を誇っている宮原健人、連続防衛は川田俊明と並ぶ10回です。さあロックアップから始まった両者の戦い、まあ、大沢さん直近ですとですね、はい、昨年農道トーナメントの準決勝がありましたね、はいはい、その時は諏訪間が一瞬、丸め込んでですね、この宮原健人に勝ったんですが、そうですよね、はい、まあ、万力固め、まあ、首固めですよね、がっちり決まって意外なフィニッシュでしたよね、はい、そうでしたね、はい、まあ、あの時も確か第一試合、今回も第一試合なんですが、はい、その第一試合を経てメインでね、はい、どちらが残っているかということなんですが、はい、大沢さんどんな予想を立てられますか。そうですね、これ難しいですよね、本当にこの2人はね、はい、まあ、実力伯仲ですよね。そうですね、そこに全本を引っ張ってまいりました。赤のロングコスチュームが宮原健人、黒のショートタイツが諏訪間、45歳の諏訪間、32歳の宮原。まあ、考えてみればね、はい、2016年の1月2日に諏訪間がね、秋山純から三冠を奪取したんだけれども、はい、右足のアキレス腱をね完全断裂してベルト返上せざるを得なくなって、翌月ですよね、2月の後楽園で、はい、ゼウスと宮原の決定戦があって、はい、宮原が初体感して、はい、そこから宮原時代っていうのがね生まれたんですよね。そうですね、ですから宮原の要所要所には諏訪間がいるんですよね。そうなんですよね、まあ、宮原がその全日本に戦場を求めて、はい、まだフリーの時ですよね、はい、あの時も王道トーナメントだったかな、1回戦横浜ラジアントで、そうですね、諏訪間が勝ってるんですけど、はい、横から、まあ、諏訪間にとってはね、はい、若かりし頃、うん、くじを舐めさせられた佐々木健介の弟子ということでね、はい、宮原に対する思い入れっていうのは、うん、昔から持ってたわけですよね、はい、まあ、それがもう本当にライバル以上にまで今宮原がなったわけですよね。そうですね、で一時代築いたわけですからね、はい、まあ、そしてこの場外でのヘッドバット一つの起点となるわけであります。諏訪間のコロナ罹患により友江戦で王座決定トーナメントが行われました、王座戦が行われましたけれども、あの友江戦の時はね残念ながらという結果だったんですが、ええ、しかし要所要所にはこの宮原という名前が必ず出てきますから、そうなんで、まあ、ある意味宮原の場合は、はい、まあ、ベルトに関係なく、はい、もう全日本プロレスのエースと言ってもいいんですが、はい、やはり本人は腰にベルトが欲しいと、 そうですね、それを日本全国のファンに見せたいということですよね、はい、自身3度目の正直と語りましたこの宮原健人であります。まあ、今年はね50周年ということもありますからね、はい、日本武道館大会も決定しております。9月の18日その時にリングの中央に立っているのは一体誰なのか、まあ、本当に歴史に名を刻みますからね。そうですね、そうなればね、はい、まあ、片や諏訪間もね、はい、負けたわけじゃなくて去年の6月にコロナでね、はい、ベルト返上したわけですから、やっぱりねあの時コロナになっていなければ今もチャンピオンだったかもしれないわけで、そうなんですよね、はい、さあ今度は場外、おっとうまく回り込んで共に場外、あーたーリングの中に上がったその瞬間諏訪間のラリアットが火を吹きました、うん、もう見透かしてましたね。そうでしたね、相手の戦い方は熟知しています。さあその中で相手がおっと驚くようなそんな戦術を駆使していけるのかどうなのか、諏訪間そして宮原戦であります。本日の第一試合が三冠ヘビー級の王座決定トーナメント1回戦です。さあ押し込んでいくのか諏訪間、ボディへ蹴りを返していく宮原、押しているのは諏訪間です。序盤戦です。砂漠レフェリー和田恭平、まあ、恭平さんもさまざまなですね戦いをさばいてますが、はい、やはりこういった大事な戦いではね必ず出てきてくれますね。はい、もう昭和の時代からね、はい、三冠戦をさばいてるレベルですからね。そうですね、恭平さんはこの2人の間に独特の間があるとそう話してくれています。そしてレフェリーと間の間、これも大事なんだと話してくれました。その恭平レフェリーがこの一戦をさばいている。まず右一発、二発と宮原、三連発ですが、おっと強烈なチョップ、そして DDT 速い DDT、 これは左の目でしょうかね、
そのあたりから落ちた感じがあります。さて諏訪間はこの後どう攻めていくか。エプロンです。宮原健人、長野さん何か狙ってますよね。狙ってますね、はいはい、さあ振り向き球、またアリアットだ。今日2発目、目を押さえているのか宮原。先ほども急激に落とされた。今度はラリアット、目のあたりをちょっと気にしている。目が額ですかね。額ですか。かなり効いたようです。序盤戦ではありますが、なるべく早く片付けてメインまで少し休憩をと、そういった思いがあるのかどうなのか。さてここからどうする。諏訪間はもっと引っ張り込むような形をとっている。怪力に物を言わせた。さてここはどうか。首を絞めてネックロックのような体勢となっている。長野さん、ちょっと考えましたね。そうですね、引っ張り込んで、この諏訪間第65代のチャンピオンになるか。1989年の4月の18日ジャンボ鶴田がスタンハンセンを下して初代王座に上り詰めました。それから始まった三冠の歴史。三冠の歴史は全日本の歴史でもあります。まあ、諏訪間が、ね、はい、過去の宮原戦とちょっと試合の組み立て変えてますよね。そうです ね、そんな感じがありますね。まあ、2人とも、ね、はい、手の内知り尽くしてるんで、はい、どこで意表をつくかっていうのがありますよ ね、 そうですね。まあ、前回の、ね、万力方もそうでしたよね。まさか諏訪間が丸め込みをというね、はい、ですね、はい、さあスロイダーに持っていく。十分に決めておいてスロイダー放り投げていく得意のスープレックスであります諏訪間。専務としての役割はありますが、今日はファイターとしての諏訪間。さあ序盤戦から攻め続けています。まあ、これでね、はい、あの三冠、ね、取り戻せばまた五冠王ですからね。そうですよね、そういったチャンスにもなる。そして武道館でど真ん中に立っている可能性も出てくるわけであります。さあナックルパートか、顔面への攻撃を見せる。ここ戦いの聖地後楽園ホール。さあこれをかわした、下から行く。さあ躍動し始めるとこの宮原。宮原にも独特のその間というかリズムがありますね、なんか結構ね今日はダメージが深そうな、はい、うん、いつもここからね完全にペース作っちゃうんですが、次の攻撃なかなかね今行けませんでしたね。そうですね、それだけ諏訪間の攻撃が重いということにもなる。さあここからブレンバスター持っていくことができるか、宮原健人であります。さあここは踏ん張っている諏訪間。102キロの宮原、120キロの諏訪間。おっと体勢入れ替えて、今度はエプロン。あーと満力スリーパーですね。要所要所に出していきます、この諏訪間であります。さあここは綺麗にブレイクするか。砂漠レフリー和田恭平、ペースは諏訪間ですね。あのそうですね、試合のリズムは諏訪間のリズムですね、これはね、はい、諏訪間は戦術を少し変えてきました。宮原はちょっと戸惑っているのか。さあエプロンで今度は何をする諏訪間。それを見つめるファン。さあ右一発もう一度、さあ打撃戦となるのか。今度は蹴りで返していく。おっと、おー DDT はその硬いエプロンの上だ。お返しの DDT であります。諏訪間は首にね爆弾抱えましてますから ね、 ね、これはきついですね。はい、宮原もちょっと首のあたりか、互いに首気にしております。先ほど宮原は目、そして額あたりをちょっと気にかけていた。今は首、まあ、万力であるとかネックロックが効いてるんでしょうかね、まあ、あと最初のあの DDT もやっぱり首にも来ますからね。そうですね、はい、さあどのあたりが危険となってくるんでしょうか。両者の間にちょっと間が生じている。これを生かすのは宮原か、強烈。さあそして今度はもういきなり行きますね、一気に行きますね。畳みかけていくのか、クラッチすれば俺のもの、そういった思いがある宮原健人であります。さあ行けるか。さすがのはそれをよく分かっている。バックから攻め続けている宮原健人。さあどうだ、外した、外します。さあこれを取って、おーっとキャプチューだ。
読んでますね諏訪間はね。今日の諏訪間は結構こう宮原をね、はい、また改めてじっくり研究したのかなみたいな感じですよね。そうですね、行くぞ。さあここで行くのか、一気に高めかけていくんでしょうか諏訪間。10分経過のコールとともにさあダッシュし始めるか諏訪間がロープに走る。右強烈、強烈な右のラリアット。これはどうだ、抑えてカウントバ、カウントバ、2カウントです。カウント2、今宮原棒出しでしたもんね。そうでしたね、うん、さあこれはラストライドか、上げるぞ、どうだ、決まった、抑えてどうだ、カウントバ、カウント、危なかったですね、今決まったと思ったんですがね、あの叩きつけた時ね、はい、諏訪間体のバランス崩しましたからね。そうでしたね、あれが幸いしたかもしれませんね、宮原にとってはね。さあかろうじて上げました、しかし攻撃の手を緩めないでしょう諏訪間。右の拳を差し上げた。さあここからバックドロップでしょうね。そうですね、狙ってますよね、はい、さあ連下の砲塔バックドロップへの布石、さあ出るか、おっと膝当てていく、ブラックアウトだ、抑えて、おっと逆に丸めた丸めた丸めた、ツーカウント2、オードトーナメントの再現でしたけどね。そうでしたね、バックドロップ、バックドロップ、強烈岩石落とし、くるりと回った、今度はどうだ、カウントも見えた、 あの時と逆になりましたね。いや、やり返しましたね、宮原ビッグ、宮原健太郎勝ち。いやー、まあ、クムプリンスはまあ勝ったと思ったでしょう、一瞬の隙をつきましたね。ですから長野さんが言われた、はい、あのラストライブで崩れてなければ、そうですよね、入った可能性ありましたね、でもまあ本当にこの2人の戦いはね、はい、もうお互いに知り尽くしてるから、はい、もうちょっとどっちかが油断した隙にみたいな感じになりますね、はい、そうですね、はい、さあこれで宮原健人が決勝に駒を進める。第1試合白熱した戦い、宮原健人一瞬の隙をついてのスモールパッケージですかね。そうですね、はい、そんな感じでしたよね、はい、王座決定戦進出決定でございます。宮原が諏訪間を破りました。あーこちらあと一歩だったんですが得られたというそんな表情です。宮原健人決勝に駒を進めます。